NHK 党のガーシー、本名、東谷義和参院議員が5日付で、インスタグラムのストーリーに投稿。国交省が高速道路の料金徴収期限を2065年から2115年に延長する方針を固め、無料開放が遠のいた県に、2115年から高速道路無料化？誰が、そこまで生きてんねん W 今年生まれたとしても92歳やぞ？と突っ込んだ。国民に向け、もうやりたい放題されとるぞ、お前ら。と記し、お前らの中には、アホみたいなこと言っとるアンチも含まれとるねんぞ。もう、少し真剣に考えようやとしている。